昨日夜の通信障害は KDDI が展開する au や UQ モバイルなどで携帯電話が午後9時過ぎから45分間にわたって緊急通報も含めてつながらないあるいはつながりにくい状態になりましたこの障害で東日本16都道県の利用者最大8万3000人が影響を受けました KDDI は、 音声接続の設備が故障したことが原因で、先月初めに起きた大規模通信障害とは別の設備だとしています。KDDI は今月3日に行政処分を受けたばかりでした。